お疲れ様んさ、チャカポコです。今日のテーマなんですけども、今日はですね、最新の億万長者事情ということで、お話ししてみたいと思います。それじゃあどうぞ。最新の億万長者事情ということで、億万長者を目指す我々としてはですね、最新の億万長者の情報も知っておこうということで、今日はね、そういうことをお話してみたいと思いますけども、お金というのはですね、寂しがり屋でお金がたくさんあるところに集まってくるなんていうことを言ったりなんかしますけど、最新号の週刊ダイヤモンドにですね、最新の億万長者番付が載っていましたので紹介したいと思います。元データはね、アメリカの雑誌のフォーブスが4月に発表した2024年版世界の長者番付というとこから取ってるようです。保有資産額が10億ドル、10億ドルということは1500億円です。1500億円を超えるビリオネアは世界で2781人いるそうです。これは前年に比較して141人増えているということで、お金持ちはこうどんどん増えている感じなんですね。さらに言うとですね、保有資産額がその100倍の1000億ドル、これは日本円に換算すると15兆円になりますね。この15兆円以上の超富裕層、これが過去最高の14人になったそうです。14人、15兆円ですよ。でその14人の資産額をすべて合計するとなんと300兆円となり、これはですね、日本の国家予算レベルというような話になります。ではですね、世界一の富豪は誰かというと、これはベルナール・アルノーですね。写真があるのであればちょっと出してもらえばいいんですけど、これは LVMH の CEO です。 LVMH って何かというと、モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンですね。要するにフランスのファッション界の帝王ですよ、ベルナール・アルノっていうのは。カシミヤを着た狼とか言われてるようですけど、昔BMW ね、我々の世代はBMWって言ってますけど、ベンベは羊の皮をかぶった狼って言われてましたけど、ベルナル・アルノはカシミヤを着た狼です。で、総資産額なんですけど、2330億ドル、これは日本円に換算すると約34兆円となります。続いて第2位、これはイーロン・マスクですね。イーロン・マスク、アメリカの電気自動車のステラという会社の CEO ですね。この方が1950億ドルで約29兆円。最近ではね、ツイッターの買収、それから宇宙事業なんかもやってますよね。この勢いの止まらない人です。3位がジェフ・ベゾス、これはアマゾン .com の創業者ですよね。この方が1940億ドルで、これも約29兆円。だから2位と3位、イーロン・マスクとジェフ・ベゾス、もうほぼ僅差、同じぐらいの金額になってますね。いい勝負というか。あとは、そうですね、10位まであるんで、名前だけざっと言っていきましょうかね。4位がマーク・ザッカーバーグ、1770億ドル。5位がラリー・エリクソン、1410億ドル。6位に、我らのウォーレン・バフェット。
1330億ドル。まあここ株高だったんでね、当然資産を増やしていると思いますけども。7位にビル・ゲイツ、1280億ドル。8位がスティーブ・バルマー、1210億ドル。7位と8位はこれマイクロソフトですね。で9位がですね、ムケッシュに、なんだこれ、ムケッシュにアンバリかな、インドの方ですね、インドの方が9位に入っています。で10位にラリー・ペイジということで、まあトップ10の中に9人アメリカ人で、9位にインド人ということで、そういった感じでなってますね。まああと4人いるんですけどね、14人ですから、残念ながら日本人はこの中には入っていません。ではですね、日本人ってトップは誰かというと、日本人は柳井さんです。ユニクロですよね。ファーストリテイリングの、まあ、社長ということで、柳井さんが428億ドル、6兆4000億円。これが柳井さん、世界で29位になってますね。で、その次、第2位が孫さん。ソフトバンクの孫さんですね。この、感じ、ソフトバンクの孫さんの資産が327億ドルで4兆9000億円ということ。で、3位は滝崎武光さんですね。この方はね、あれですよ、キーエンスという会社の創業者です。この方は231億ドルで3兆6000億円ということで、で1兆円以上の資産を持っているのは日本人ではこの3名だけとなりますね。ここから4位になると随分、差が開いてきますね。で、まあ、こうやって見ていきますと、どういう人がお金持っているかというと、まず一つは経営者ですよね。創業者だったり CEO だったりね、そういうことで、2つ目はやっぱ株主だっていうことですよ。自分の会社の株主もそうですけど、まあ、いろんな会社の株を持ってたりね、その2つが資産家の道じゃないかなと思いますね。それでは最後にですね、ビリオネアの数のランキングを紹介して終わりたいと思います。まあ、先ほど言いましたけど、アメリカが1位です。2位は中国、日本は何位かというと14位なんですね。インドも香港も台湾もブラジルも日本より上にいるんですよ。何位が、日本は14位。情けない感じしますけどね。まあ日本人っていうのはね、給料がちっとも上がらない暗黒の時代が長期間続いてきましたんでね、まあ、そんな中で世界では確実に資産を増やしてきた、ね、で資産をどんどん増やして国家予算レベルにまで持ってきた人たちがいるという話なのかもしれませんね。次はね、次はというかこれからは日本人が目覚めてここにね入ってくる番じゃないかなと思います。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ今日の一言、日本人のですね、次のビリオネアはこの動画を見ているあなたです。夢はね、必ず叶いますんで、信じて行動する人にのみ天使は微笑んでくれると思います。それじゃあ、いってらっしゃい。